皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは、エミです。ロサンゼルスからお届けしております。昨日はね、クリスマスだったんですけども、風さんからこちらがインスタストーリーに上がっておりましたね。あ、チェリーブラウンクリスマスということでね、こちらはもう私もう毎年のようにこれテレビで流れていたんですよ。で、私もね、まあ毎年はなくてもテレビで見たりしてましたけれども、しのびさんもね、えみさんこんにちは、いつもの感謝を込めてチャーリーブラウンのクリスマスソングを送ります、風さんも聞いていますよって言ってくださいましたけども、ありがとうございます。でね、こちらは1965年に作られた30分ほどのチャーリーブラウンクリスマスという映画ですね、ショートムービー。こちらの中に使われている音楽なんですけれども、やっぱりね、この映画、同じ映画だけども毎年テレビでね流れていて、そしてやっぱり見るとね、ほっこりするんですよね。で、これね、サンクスギビングバージョンもあるんですけども、でもこのチャーリーブラウンクリスマス、そういえば今年見てないなと思ってね、テレビでね、ちょっと調べてみたんですよ。そうしましたら、こちらね、アメリカのテレビ局 CBS が1966年から2000年までは放送する権利があって毎年放送していたと。そしてその後2001年からはですね、 ABC というまた他のテレビ局なんですけどもが放送する権利をね持って放送していたんですけども、2020年にですね、 Apple TV がその権利を獲得したということなんですね。ただそうなるとですね、もうずっとテレビで無料で放送されていたものが、もう Apple テレビに契約している人しか見れなくなるということに抗議がありまして、2021年にはね、あの PBS というテレビ局、そこが、放送することができたんですけども、2022年はね、 PBS はその権利をね獲得しなかったということで、57年間テレビで放送されていた歴史に終止符を打ったということなんですね。なので、なるほど、今年は見れなかったということですか。ちょっとそれは気づきませんでしたがね、ちょっと寂しい気もしますが、はい、そんな思い出のあるチャーリーブラウンクリスマスでした。風さんはどういう思いでこれをあげたのか分かりませんけどね、私も大好きだし、風さんもね、ピーナッツ、あのスヌーピーが大好きですからね、風さんね、まあ、そういうこともあるのかなと思いますが、そして実はね、スマイルさんからこの風さんのストーリーが上がる前にですね、エミさん、今夜はクリスマス限定の女王生菓子聖獣と緑茶を夫婦でいただき、ほっこりしました。その後、一人でチェリーブラウンクリスマス、スヌーピーが可愛くて選ぶを YouTube で聞いて、心地よい時間を過ごしました。幸せなクリスマスに感謝、スマイルというメッセージとね、このお写真をいただいていたんですよ。まずこれめっちゃ美味しそうですね。これぞザ日本って感じですけれどね、いいですね、ご夫婦でね、一緒でね、そしてチャーリーブラウンですよ。これすごいですね。そして、カズさんのストーリーを見て驚きました。スヌーピー嬉しかったです。ということで、私も本当だ、カズくんとシンクロだねって言いましたけど、本当にすごいシンクロですよね。そして、その時私は、はい、スヌーピーのパジャマを着ておりました。そしてね、クリスマスの歌といえば、私の息子が属しているね、合唱団高校生のが、近くの、まあ、シニアのね、方々の集まりに、クリスマスソングをね歌いに行ってきたのを、こちら私たち家族で行って聞いてきたので、それを皆様にもシェアさせていただいたんですけども、本当に天使のような綺麗な歌声ですねというねコメントをねたくさんいただきまして、私も思わずサムネに天使のような歌声というものを付け加えさせていただきましたけども、片野翔子さんからアカペラでピッチのズレもなく揃った音質でとても上手なのですが、同じクラスの子供なのですか、素晴らしい歌声ということなんですけれども、この高校はですね、というか、あのね、アメリカの部活というかね、そういうのってね、結構オーディションとかスポーツのクラブもそうなんですけどね、トライアルみたいなのがあるんですよね。そしてそれに受かった子がそこに入れるみたいな
のがあって、それでこの合唱もですね、まあ、いくつかあるんですけども、そういうのがなくても入れるのがあるんだけども、これはそういうオーディションがあって作られた合唱部になりますね。なのでこの学校の中では結構一番うまいぐらいのもので、いろんなところに歌いに行ってます。ちなみにね、うちの娘もこの高校だったんですけれども、娘はテニス部のトライアルを受けたんです。そしてもう奇跡的にそれに受かってテニス部に入ったんですけども、それもですね100人ぐらいがトライアルに受けたのかな、その中で選ばれたのはもう5人とかだけなんですよ。もうその1年生で2人とかね、もうそんな感じの世界ですね。そして食器の音がしたような気がしますが、チアの方々はお食事しながら聞かれていたのですか、ということなんですけども、そうなんですよね。でこのシニアの方々はこう一つのグループみたいだったんですけども、女の方々ばかりでですね、そしてその方たちが、その自分たちのクリスマスの会をこのカントリークラブの一室を借りてしていたということですね。そしてモモさんもね、エミさんこんにちは、息子さんたちの美しいハーモニーを聞かせていただきありがとうございます。ご老人の方々のためにもクリスマスソングを合唱、素晴らしい活動ですね。そうですね、やっぱりお一人で住んでる方とか結構いると思うんですけれども、こういうの聞くだけでもね、ちょっとクリスマス気分になりますよね。私も以前クリスマスコンサートをしたことがあるのですが、それを聞きに来ていただいた生徒のおばあ様から感動しましたと涙を流しながら言われたことを思い出しました、ということで、素晴らしいですね。そして渡辺娘さんからも、ねえみさん素敵な歌声をありがとうございます、ご老人私もの方々の癒しのクリスマスプレゼントで心温まります。風くんがデビュー前の20歳の時に私の地元福山市で老人大学創立45周年式典の記念リサイタルでゲストとして老大生を前に演奏されたことを最近知ったのですが、その様子を思い浮かべました。ちなみに月の宝泉寺横丁を見せられて木綿のハカチーフを演奏されたそうです。その場にいたかったです。心を癒されます。ありがとうございました、ということですがね。本当、風くんもね、あの老人ホームとかによく演奏しに行ってたということも聞きましたよね。素敵な活動ですよね。そして素敵な活動といえば、むつみさんから、エミさん今夕方のニュースで大谷くんが日本の小学校の子どもたちに1校につき3個ずつグローブをクリスマスプレゼントされました、またドジャースのケリー選手には背番号の17を譲り受けた異次元の俺としてポルシェをプレゼントされたそうです。大谷くんのなんという心の広さに驚きと感動でした、ということで、すっごいですね。クリスマスもね、そういう機会としてね、使われるのは本当に嬉しいですし、私もね、こういうイベントのこととか好きなんですけども、その理由としてはやっぱり日頃の感謝とか、まあ、毎日のようにも伝えるけども、そういう機会っていうんですかねを、まあ、わざわざこう与えてもらえてるような感じがしてね、そういう機会はね活用するようにしております。そしてシャムさんからは、高校生の皆さんの合唱、心の美しさが歌声に表れて素晴らしいです。私クリスマスには特別何もしていないけど、クリスマスソングは聴きます。綺麗なイルミネーションや作品、クリスマスの楽しい様子を見るのは好きです。たくさんシェアしてくださってありがとうございます。何も買わない、送らない、飾らない、ケーキもチキンも食べない、地味にクリスマスを過ごしている人、仲間が一人ここにいるよ、ということでね、チャムさんもこういうね、もう寄り添う気持ちね、もう素敵。チャムさん以前からね、そういう感じでね、皆さんにね寄り添ってくれるコメントたくさんしてくださってましたね。もうでもね、ありがとうございます。そして福野さんはなんと三鷹市ですごく合唱が盛んな中学校にいたということでね、実は私も三鷹市ですごく合唱が盛んな中学校にいたんで、同じとこかなと思ったけど違いましたね。でもね、本当に合唱といったらやっぱり中学校や高校、高校ではね、私吹奏楽部に入りたかったんだけれども、フルートを吹きたくてね、でもなかったんで合唱部に入っておりましたのでね、思い出しますね。そして一昨日はね、クリスマススペシャル動画を出させていただきましたけれども、皆様からもね、もうメリークリスマスのメッセージとか、春桜さんからはね、エミさんメリークリスマス、毎日とても楽しく拝見させていただいています。そして皆さんの風さんの情報力にどれだけ感謝していることでしょう。ありがとうございます。エミさんの LA の街の風景の配信、興味津々です。楽しいです。お嬢さんの大学での賛美歌には心を打たれ涙が溢れました。息子さんの合唱団もすごく素敵。
エミさんの愛にあふれたご家族の様子を感じられて心温まります。カズさんのファンになり、エミさんを知り得たことで、私の毎日の生活は生き生きしたものになりました。カズさん、エミさん、ありがとう。どうぞ家族で素晴らしいクリスマスをお過ごしくださいってね、めっちゃ嬉しいですね。なんか私のね、この配信を見ることによって生活が生き生きしたものになるなんて、もうこんな嬉しいことはございません。伝えてくださってありがとうございます。そしてプランポンタさんからはね、エミさんメリークリスマス、高校生の合唱団による美しいクリスマスソングを届けていただいてありがとうございます。心が落ち着き、すがすがしい気分になりました。これほどまでハーモニーを調和させるためには日頃から練習を何度も重ねてこられたのでしょうねって。これはそうですね、毎日授業の一環としてやってるみたいですね。サンタクロースについて、エミさんのお子様方は何歳頃までその存在を信じておられましたか？サンタの存在を信じる年齢層はアメリカの方が日本より少し高いと以前知りました。日本では小学校低学年までが最も多かったようでした。松岡涼子さんという児童文学に携わっておられた方が、子供にサンタクロースの話をするのは見えないものを信じるキャパシティを養うためだと言われていました。サンタがいなくなってもサンタのいた空間は残って、後に一番崇高なものを宿すかもしれない心の場所なのだそうです。それを知って風さんの花の歌詞、内なる花ハイアセルフを思い起こしましたということですけどね。そうですね、あのね、うちの娘は結構おませさんでですね、もうね4歳ぐらいには信じなくなりましたね。そしてうちの息子は小学校のまあ中ぐらいまでは信じていたと思いますね。なのでね、ちょっと娘は見ててかわいそうでしたね。もういないって分かっていたのでね、あのクリスマスのこう楽しみっていうのがちょっと半減されたような気がするんですけども、ちなみに私はね、小学校3年生の頃にまだ信じていたんですよ。というのは、あの近くに教会がありまして、福岡に住んでいたんですけども、そこの宣教師さんなのかね、外国の方がね、サンタクロースの方あの格好をして、なんかソリみたいなのに乗ってね、それでこう街をこう歩いて家まで来てくれたんですよ。そしてプレゼントをくれたの。私それ本物のサンタだとね思ってね、信じていましたね、その頃は。まだね、はい。そしてチャームさんから、スモモエムさんイラストも見事です。いろんなことができるんですね、素敵。タンポポの可愛いイラスト、松下洸平さんが自ら描かれたそうです。マルチな才能にあふれた方ですね。寝そべり配信セドリの再生回数が1万回突破しました。エミさんが紹介してくださったおかげです。この場を借りてお礼させてください。聞いてくださった皆様ありがとうございます、ということです。すごいですね。いや、お役に立ててよかったです。あの私のチャンネル、もしね、こういう宣伝じゃないけれどもにも使えるかもしれませんのでね、皆さんももし伝えたい情報があったら、どしどし送ってくださいね。そしてね、一番好きな花のね、考察とかね、感想とかね、そういうのもまだまだ止まらないんですけれども、のんのんさんもね、みどりさんタイプだということでちょっと嬉しかったんですけれども、こんなメッセージもいただきました。えみさん、メリークリスマス。ご家族と楽しいホリデーをお過ごしのことと思います。 LA のクリスマスや息子さんの素敵な合唱などをシェアしてくれてありがとうございます。日本では感じることができない雰囲気を味わえて嬉しいです。一番好きな花、終わってしまいましたね。心に残る言葉や場面がたくさんあって、小説を読み返すように何度も見たくなるドラマでした。最後の風さんの出演の仕方がとても素敵で、もう全部が最高です。花の妖精、風さん、ドラマに関わった皆様にありがとうございますと伝えたいです。そしてエミさんのガーデンも、みどりさんのうち椿ハウスのように暖かく優しくみんなを受け入れてくれて、配信を聞くのも見るのも毎回とても楽しいです。本当にありがとうございます。感謝感謝です。私は好き花企画から参加させていただいているのですが、 YouTube のコメントなどに投稿するのは人生初でした。エミさんが企画してくれたからこそ、優しく安全な場だと感じることができたからこそ、参加してみよう、コメントしてみようと思えて勇気を出すことができました。他の初コメさんも人生初の方がいるのではないかなと思っています。参加してみたらとても楽しい、聞いて
見ているだけでも楽しいけれど、参加するとエミさんや他の視聴者さんと知り合いになれたような気もするし、エミさんのお話により一層聞き入ってしまいます。視聴者さんの皆さんは文章が素敵でお上手な方が多くて、毎回感心してしまいます。毎回本心にコメントしたい気持ちがあるのですが、文章を書くのも遅いし、なかなかできません。だからいいねだけは気持ちを込めて毎回押しています。 LA の寒さはどうなのでしょうか。アメリカはすごく乾燥しているイメージがありますので、風邪など体調にお気をつけて楽しい年末年始をお過ごしください。これからもエミさんの素敵な配信を楽しみにしています。でもめっちゃ嬉しかった、私ね、返信にね、もう最高のクリスマスプレゼントです、ありがとうございましたって返信しましたけどね、もう本当に心のこもった素敵なメッセージありがとうございます。そしてね、風邪など体調にお気をつけてって書いてありますけど、実は私2日ほど前からもう頭が痛くて鼻も出てきてみたいな風邪の症状が出ておりまして、いや子供たちからうつったかなってね、あの息子がそうなって、娘もそうなって、娘はね今ね抗生物質を飲んでるほどなんですよね。で今私がかかったという感じですけれどもね、それもあってちょっと昨日は配信できなかったんですけれども、でもね、はい、気をつけて過ごしたいと思っております。そしてね、月花の考察ですけれどもね、新しい動画もご紹介してくださいました、ありがとうございます。もう月花はね、いろんな発見が多くってね、もう考察が止まりませんが、そして村瀬プロデューサーの言葉、今年の僕にとって一番好きな花を見てくださった皆さんから届いているたくさんの感想メッセージが最高のクリスマスプレゼントになっています。読ませていただき、このドラマを作ってよかったと心から思えています。見てくださった皆さん、語ってくださっている皆さん、本当に本当にありがとうございます。ということでね、まあ、このチャンネルでもねたくさんいろいろ語っておりますので、ね、そういう身としてはねとても嬉しいお言葉ですね。そして月花といえばゆかりんからねこちらを送っていただきまして、フジテレビの月花ね、最終回4人のスタイリングに加え藤井風さんのスタイリングもやらせていただきました。藤井さんのカラーはこれから染まっていくであろう、まだいろんな可能性のある白です。ということで、立花彩乃さんというスタイリストの方のメッセージですけどもね、こういう方もそう思わせる風さんなんでしょうねということですが、いや本当にね、風さんの可能性は無限大ですよね。もうどん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 な色にも染まってきそうな感じがいたしますね。白素敵です。そしてそんな白の仁王風さんの2023年あなたの風くんベストショット大募集、締め切りが12月31日日曜日ということは、今日何日、27ですか、8、9、10、あと4日になりました。そしてテルコさんからメリークリスマス。1年前の風さんと月花出演後の風さんが今年のナンバーワンです、よろしくお願いいたします。ということでね、こちらの写真を送っていただきました。1年前ですね。そしてこちらが寝そべり配信の時ですよね。そしてこちらが月花出演後ですね。素敵ですね、ありがとうございます。そして片野翔子さんから、あ、なんかユーザーなんとかっていうのも入れてくださいましたけども、これは入れなくても大丈夫ですからね、ありがとうございます。ことでに、1枚が選べません。最初の2枚は松下洸平さんのタンポポを弾いて洸平さんの反応を見ているいたずらっぽい表情の風さん、あとの2枚は MB から空に思いを馳せる風さんと、夜の踊り終わりに覚悟を決めたような表情の風さんです。あとの2枚は出す方が多いのではと思いますが、どうしてもと言われたらやっぱりいたずらっぽい風さんが好きかな。すいません、優柔不断でということなんですけどね。こちらの写真を送ってくださいました。いや、わかりますよ、なかなか選べませんよね。大丈夫、4枚でも大丈夫です。そしてね、あの皆さん被っても大丈夫ですからね、好きなお写真送ってください、よろしくお願いします。そして最後はね、我が家でのクリスマスの様子を少しお届けしようと思うんですけど、これはハリウッドでのねクリスマスパレードでございましたね。チャイニーズシアターとかハードロックカフェとかね、あれがあるあたりでやっております。それがねクリスマスの前日、そして当日はディズニーのクリスマスパレードというのが
放送されまして、これを見ながら、プレゼントを開けたりとか、あの料理をしたりとかねするんですけれども、そうそう、角舟さんが歌ってた歌、ちょうどこのクリスマスパレードでもね歌っててね、シンクロって私もコメントしてしまいましたが、そして、クリスマスプレゼントをねみんなで開けまして、そして、七面鳥をね、クリスマスも用意したんですけども、初めて前日からマリネとしてみました。ということで、ちょっとクリスマスの様子の動画ももしかしたら別動画としてあげるかもしれません、かもです、はい。ということで、今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a wonderful day everybody。 エミでした。ではまた。